松風山音楽寺。総大さんのお話に上がった小ヶ坂の鐘、気になる。一体その鐘の音は俺たちにどんな影響を与えるんだろうか。話もいよいよ核心に近づいてきたぜ。改めてその音を聞いて精進するという、気持ちを持っていただけたらどういうことでしょうか。やはりね、観音様、よくお参りしていただきまして、それでまあ自分の願いを叶うにはやはり自分でその気持ちになって、精進しなければダメだと思うんで、ただただ観音様頼みだけじゃ、やはり、どういう仕事でもね、ダメだと思うんで、まあ、その点はお参りの方にもよく、心を持ってやっていただきたいと、そういうことは申し上げてますよ。今からあちらの鐘を叩いて、その音を聞きながら、自分も精進していこうと思います。そうですね、ぜひ鐘をついてみてください。実に余韻のいい鐘ですから。わかりました、月に行ってみます。埼玉のブルースが聞こえる。よう、早速。ジョニー、どうだったんだよ。最高だったぜ。よかっただろ。いやー、よかった。あの鐘の音、気持ちいいだろ。気持ちよかったよ。カーンっつってな、したらよ、インスピレーションがズビビ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 ビって入ってくるわけよ。それでよ、俺大事なこと思い出したんだ。なんだよ、大事なことって。いやな、一人でくよくよ悩んでるんじゃなくて、街の、自然の音にね、いや音楽に耳を傾けてさ、ひたむきにこうギター弾いてるとよ、自然とソウルが入ってくるわけよ。それでどんどん曲が書けてさ、ついに CD デビューも決まったんだよ。よかったじゃねえかよ。ああ、よかった。お、ところでジョニー、あ、あの約束忘れてないだろ。もちろんだよ。ちょっとギター貸してもらっていいか。カズタ君、お前とこの埼玉のことを思って一曲作ったぜ。聴いてくれ、埼玉ホンキートンクブルース。いい曲じゃねえか。